おはようございます。フレグランス戦略コンサルタントのエリザベスです。ちょうどもうロックダウンも終わって人々が外に出始めて、今まで行けなかった分海外で気分転換してみたいという方も多くなっているのではないかと思います。外国人と触れ合う機会がある方は分かると思うんですけれども、すれ違った時や一緒にいた時にすごく日本では嗅がないようないい香りを嗅ぐことがあります。あーなんていい香りがするんだろう、素敵って思ってちょっと好感を抱いてしまったり、特に香りフェチな方はそうかもしれませんが、香りだけですごいあー素敵、私この人好きかもってなってしまったりすることも泣きにしもあらずではないでしょうか。そういうあなたもいい香りができるようになります。実は香水いらずでいい香りになるっていうことは可能です。ですので香水を仕事場につけていけない、もしくは香水アレルギーがあるっていう方もぜひ見て参考にしていただけると幸いです。今回このトピックを話すにあたって、周りの私の海外在住経験のある人やアメリカ人の友人、日本に行ったことのある外国人のお友達に対して、逆に日本はどうなんですかっていうことを聞いてみました。その結果、アメリカで汗などの体臭がする人たちに遭遇する割合の少なくとも2倍の多さで、日本では体臭がする人に遭遇するそうです。まあ日本人の私としてはなんでってちょっと耳が痛い、認めたくないような事実というか結果だったんですけれども、そういう答えが返ってきました。日本人は日本に敏感だ、日本人は体臭が少ないということで話題になっている中、海外の人からの評判がこうなってしまうのは一体なぜなのでしょうか。皆さんは思い当たることはありますか？もしピンとくる理由がありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでみてください。前提として人間なら誰でも体臭があるのは当然のことです。体臭がない人間は聞いたことがありません。日本人でもきちんと清潔感や体臭に気を使う人はいるにもかかわらず、海外の人の間では日本はいい香り、日本の香りはいいっていうことであまり有名ではないのは理由があります。まず日本人同士が無臭を好むとか、体臭が少ないっていうことから、それを問題視する機会も少なく、香りの文化が発達してこなかったことが要因の一つとして挙げられるのではないかと思います。逆におのずと日々気を使っている欧米の人たちの方が匂い文化を進化させたとも考えられます。もしくはみんながみんな同じ環境に住んでいるので、もう鼻が慣れてしまっている、自分たちの匂いにもう気づかないぐらい環境や人人の匂いに慣れてしまっている、鼻が慣れてしまっているから気づかないということも原因の一つではないかと考えます。欧米はいろんな国から人が集まって文化が入れ替わり、違う文化にさらされる機会が多いので、匂いの意識を常にこの頭に入れるような環境であるから、香りの文化も発達したのに比べて日本はチャンスが少なく、匂い文化の発達が欧米に比べて進まなかったのかもしれません。まず匂いの原因として7つ挙げられます。1つは遺伝子ですね。アポクリン腺が多い、発達している遺伝子を持っているのかそうでないのかということですね。遺伝子、環境、湿った地域に住んでいるのか乾いた地域に住んでいるのか、もしくは暑い地域に住んでいるのか冷たい地域に住んでいるのか。年齢、赤ちゃんはいい香りがするって言われる反面、年を取ってくると加齢臭がするとか、結構匂いがしてしまうことはよく知られている事実ではないかと思います。4番目、食生活、何を食べているか何を食べていないかによって体臭は変わることを知ってましたか？それについても今回ご紹介していきたいと思います。5つ目、個人の衛生面です。シャワーをどういう頻度で浴びていますか？タオルはどういうものを使っていますか？どういうお洋服を着ているか？デオドラントはどういうものを使っていますか？そういう細々としたものも結構体臭の強弱に関わる大切な因子となってきます。6つ目、ホルモンです。女性の場合生理があったり、もしくは女性に限らずストレスで体臭が強くなったりすることがあります。7つ目、疾患です。
基礎疾患がある方、何か病気を持っている方でやっぱり匂いがしてしまうということはあります。そういう場合はドクターに相談しましょう。この動画がいいと思ったらいいねクリックを、チャンネル登録してくださるとあなたが見てくださっているのねと分かりますので、とっても嬉しく思います。ぜひチャンネル登録していってください。それでは皆さん Have a wonderful day. See you next time. Bye.